藤森哲也は、将棋騎士。塚田康明九段門下。騎士番号は285。東京都大田区出身。同区在住父は、多くの天木戦で活躍した藤森保津。母は、ルプサ所属の女流騎士、藤森夏子女流四段。幼少時代に母に教わって、将棋を覚え、その後は、鎌田将棋クラブに通って腕を磨いた。 父の将棋仲間だった将棋ライター美馬和夫と交流があり、著書、藤森流中飛車左穴熊破りは美馬が執筆協力した。1999年9月、6級で奨励会に入会。5級、3級、2級、1級で1回、2段で2回、高級、高段の危機に瀕したが、これらを乗り越え、20歳の誕生日直前の2007年4月に3段、商段。 同年10月より3段リーグに参加。以後、コンスタントな成績を上げた。初参加から5期目及び7期目は、自身が連勝すれば、他の参加者の勝敗結果次第で4段商談の可能性がある状態で最終日を迎えたが、自身が連敗したため商談に至らなかった。8期目となる2011年度前期、第49回は、 商談争いの7番手で最終日を迎えた。自身が連勝し、2番手から6番手の参加者が、全員1敗以上をすれば2位となる状態だったが、その通りとなり、高見大地と共に2011年10月1日付で4段に、商談した。プロ入り後は、新人王戦で、第43期、第44期と2期連続で準優勝。第43期は、長瀬拓也、 第44期は、と、聖龍馬奨励会3段に、いずれも1勝2敗で敗れた。2015年度の、第65回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメントに初出場。2017年3月23日、商談規定を満たして5段に商談した。異比者等で、本人によると矢倉囲いの急戦を好んでいるという。迷ったら攻める、師匠譲りの攻めの寄付。 三段リーグ時代から、米超琉球セニアグラを改良し、左銀を中央に繰り出していく、藤森琉球セニアグラを採用している。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。